仮想通貨の相場が下がると下がられていますが今後どうなると思いますかいやこれからは僕は仮想通貨の相場は上がると思ってます。で実際、まあ、実需っていうんですかね仮想通貨がビットコインとかが使えるお店も増えてますし、まあ、いろんなね著名な投資家とかも、えー、とビットコインだったり、まあ、仮想通貨に投資し,し,してるんですよ、まあ、結構前からですね。で最近だと、まあ、銀行とか金融機関も仮想通貨に興味を持ち出して銀行独自の仮想通貨のトークンを、ね、発行する動きがあったりとかそういうふうな動きがあるんで間違いなく仮想通貨業界自体が 交代すすることとってないと思うんですよね1回、ね、23年前ぐらいから仮想通貨業界っていうのはすごい後退したんですよね、ム、まあ、事件からなんですけど、えー、ビットコインとかの価格が暴落して、でもその冬の時代をね乗り越えてきたんで、多分今回は強いと思いますね、大体あと記憶、投資家さんってやっぱり記憶を大事にするんですよね、で1回、冬の時代を乗り越えてるんで、また上がるだろうっていう、やっぱりバイアンスもかかると思うんで、そう簡単には、えー、悪くならないと思います。はい はい、ということで、えー、頑張って更新するので皆さんチャンネル登録と高評価お願いします。おつじる